のキックオフ石川はこちら、決めまーす。挑戦してみてね。こんにちは。制限金沢の試合も残りわずかとなりました。県陸上競技場からお送りします。まずは試合を振り返ります。明治安田生命 J2 リーグも残り2試合、制限金沢は勝たなければ J3 降格が決まる中の大分戦、点の取り合いとなりました。 HAB が実況生中継でお届けしたこの試合、相手はプレーオフ出場の可能性を残す大分トリニータ。試合開始から積極的にシュートを打つ杖源、なかなか先制できずにいると、前半29分、大分に先制を許します。見事なシュートですね。いいシュートでしたね。追いかける杖源は梶浦のパスから奥田。よし。同点に追いつきます。よし。やった。しかしその直後でした。クリアミスを大分に決められ勝ち越しを許します。もったいない。再び追いかける展開となった杖源、後半から大谷、木村、小野原を投入します。すると後半12分、小野原がボールを奪い前線の木村へ。いけいけ、木村雄大、自分で持っていって、そうだ、木村、木村、木村雄大、初ゴール、2対2同点、初ゴール。いやー、いや、嬉しい。待ちに待ったゴールが生まれました。その勢いのまま勝ち越したかった杖源でしたが、そのまま引き分け、杖源金沢の J3 降格が決まりました。残念ながら J3 降格が決まった試合ではあったんですが、ゴールあり中継ありの広さ、面白い試合でしたね。そうでしたね、非常にこう攻める姿勢っていうのが見える、はい、いいゲームだったと思いますし、特に2点目は、杖源らしさっていうのが出るロングカウンター、はい、こういうプレーをね、もっと前から見たかったなっていうのが ね、正直なところですよね、はい、でも久しぶりのゴールだったので、思わずね、1得点目も2得点目も泣いちゃいました、私実は。裏側でめちゃくちゃ泣いてて、いやでも勝ちたかったですね。大分戦の後に杖源金沢から柳下監督の契約満了に伴い、来季は契約を更新しないことが発表されました。2017年から7シーズンにわたって指揮を執った柳下監督、岡山戦が杖源金沢監督としての最後の試合となり、試合後に挨拶をする予定です。その様子は来週お送りします。2017シーズンから柳下監督はずっと柳下監督らしく指揮してくださって、チームの、ね、成長に大きくこう貢献してくれたのかなと思ってます。大人気 TikToker 木村太陽さんの足技に挑戦する太陽図チャレンジ、今回のシリーズで一番難しいレベル7です。ボールを上に上げた状態で擦るんですよね。この空中に浮いたボールを擦ると同時に体を回転させる動きになります。イメージとしては擦りながらこう回る。一個もやっぱり難しいのが、擦った後に逆足でこの上げる動作ですね。まずまたいで上げて取るっていう練習を先するのが一番成功に早いかなと思います。最後に回った後もしっかりボールを見てリッティングできるかっていうのがポイントです。本当のイメージからするとただこう回って取るなんですけど、で次にこうして回って取るなんで、次がここを回してボールを上げて取る。で最後にこの擦りを入れてあげて技を分解してやるのが成功に近いと思います。挑戦してみてね。ではレベル7、広井さんお願いします。はい、
いよいよ。いよいよ。7です。ちょっと近くいると来るかもしれないから。気をつけてね。怖い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 。おお最後上行ってリフティングまで行ったら完成ですもんね、はい、今の成功じゃない成功じゃないあレベル7はね海洋さんでも難しいって言ってましたからね。でも成功が見たいです。見たいでしょ。目の前で見たいです。見せたいよ。俺もかかとで蹴る瞬間が自分で見えないっていうのが感覚で。最後は感覚です。まだ10時前なんで大丈夫今日は返さないぞできるまで。動画を見て私もこっそり練習しちゃおうかと思ったんですけど諦めます。おお来た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 んじゃない。おおおおいい OK でしょ。初成功初成功初成功。ヒロイさんよりうまくできるぞできるぞみんな皆さんぜひチャレンジしてスマートフォンなどで撮影して送ってください。番組で紹介します。お待ちしています。お待ちしています。お知らせの後は金沢市民サッカー場最後のイベントです。キックオフ石川。10月9日金沢市民サッカー場と金沢市スポーツ交流広場で金沢市サッカーフェスティバルが開催されました。午前中はあいにくの天気でしたがこれが金沢市民サッカー場最後のイベントとあって子どもから大人までおよそ30チームが参加しボールを蹴りました。すごいねこの参加人数は。参加者の一人田代雄平さんは元津江源金沢のゴールキーパー加賀市出身で子どもの頃から何度もこの金沢市民サッカー場でプレーしました。めっちゃ嬉しかったです。もう向こうはもうほぼほぼ土だったんで、で自分はゴールキーパーずっとやってたので、もう土でゴールキーパーなんて今考えるとありえないなと思いながらでも当時はもうこの深川の芝生でセービングたくさんできたので、すごくもうまずサッカー面白かったな、でもここでやるともっともっと楽しかったなっていうのを今すごく思い出します。多くの石川県出身プレイヤーにとって思い出の地である金沢市民サッカー場は取り壊されますが、隣にサッカー専用スタジアムである金沢スタジアムが建設中で2024年2月には業用開始となります。この市民サッカー場っていうのが取り壊されるっていうのはすごい寂しい気持ちもある一方なんですけど、今まで津江源金沢 J リーグが行われたスタジアムが陸上競技場と一緒だったっていうこともあって、この金沢スタジアムでいうとサッカー専用スタジアムであり、さらにこの土地柄でやっぱり雨が降ったり雪が降ったりっていう中ですごく屋根もついていて、かなりこうお客様からしてみたらすごくいい場所にもなりますし、選手からしてみてもすごくサポーターの声っていうのがすごく近く感じれるスタジアムだと思うので、すごく自分は楽しみにしてますし、それこそ J リーグだけじゃなくて小学生、中学生、高校生、大学生みんなで使ってもっともっと石川県全体がこう盛り上がるような、もっともっと石川県が強くなるようなきっかけになればいいなって思っております。プレーしてみたかったなとか思いますプレーしたいですよ。もう今すぐにでもまだまだ芝生がなんか前見せてもらった時には出来上がってないですけど、もうとにかく開幕までには仕上げてくると思うので、まずはボール蹴りたいなっていうのはしなーっとこうボール蹴りたいなとは思ってます確かに辰巳さんも活躍してましたね、はい、めちゃくちゃ楽しかったんですけども、うん、年齢とかそのレベルとかに関わらずに、はい、もうサッカー好きがとにかく集まって、はい、みんなでプレーできたっていうのがすごい楽しかったですし、金沢市民サッカー場でみんなで思い出が最後に作れてもうとにかく楽しかったです。名残惜しいっていう気持ちはもちろんあるんですけれども、うん、非常に楽しい雰囲気のいいイベントじゃなかったかなと思いますね、はいはい、広瀬さんどうでしょう。その勝敗問わずサッカーを楽しむっていう、そこに僕自身も久々に触れた気がして、はい、本当に楽しくてたくさん試合出ました。あ、そうですか。
で僕もみくるちゃんもゴール取ったんですけど、はい、そうなんですよ、取ってない、さん、ね、何やってんだろうなって、そこはやっぱりこうレンズのカメラを感じてゴールを決めなきゃいけなかったんじゃないですか。ここで嬉しいお知らせです。女子サッカー U15 の北信越大会に出場していた北陸大学フィオリーレが優勝しました。おめでとうございます。すごい。フィオリーレは12月に開催される全国大会に出場します。全国の舞台でも活躍を期待しましょう。ではまた来週です。せーの、キックオフ石川。